こんにちは、歌です。本日は消防設備士4類、消防法に関するところを解説していきたいと思います。なのでこの問題はですね、消防法令の共通とセットになって、出てくる問題ですね。法令共通の部分は大体の皆さんが通過できるとは思うんですけれども、ここを、問題をどんどん解いていくことによって確実に点数を上げることができます。なので、皆さん機械に関する基礎知識とか、電気に関する基礎知識が苦手な方多いと思います。私もあんまり得意じゃないんですけれども、そこで例えば 40% とか 50% とか取ってしまったとしても、この法令共通のところで底上げをしておくことによって全体的に筆記試験の点数を上げることで実技試験に行けるっていう、そういった計算の立て方をするとすごく勉強がしやすいです。で、得意なところから勉強を始めていくとスッと頭に入ってきますので、今日の問題はそんな難しくはないので覚えていくようにしましょう。では問題入っていきましょう。第1問です。銀行に自動火災報知器を設置する必要がある延べ床面積として正しいものはという問題となっております。で、こちら1番、2番、3番、4番のこの数字ですね、はい、となっているんですけれども、まず銀行が何校の用途の建物なのかというのを知る必要がありますよね。で、一覧表を見ると銀行っていうの出てこないんですけども、実はですね、これ過去問とかでも過去の問題集とかでもですね、なぜか銀行って出てくるんですよ。で、銀行何校なのって思うかもしれないんですが、銀行は15校です。事務所です。はい、そこに類されるものとなります。たまにあるんですよね、15校で銀行が出てくる。なのでこれ覚えておくようにしましょう。もしかしたら出るかもしれないです。で、15校の建物は自動火災報知器の設置基準はいくら以上なのっていうと、1000平米ですね。はい、1000平米以上で設置が必要となります。これはですね、寺とか寺院とかありますよね。あれと一緒です。寺と寺院と、あと事務所系、その他の事業所っていうのはですね、1000平米と、消防法令、自動火災報知器の消防法令の設置基準の面積が最も厳しいものとなっておりますので、覚えておくようにしてください。まあ、その他のものは大体300平米とかなんですけれどもね、500平米とか、特定防火対象物、非特定防火対象物で300、500というふうに覚えるのがいいんですけれども、まあ、この11と15のこの建物に関しては1000平米というふうになっております。では続いて第2問ですね、自動火災報知設備を設置する必要がない防火対象物はという問題です。これもですね、よくこのパターンで出てくることがあるんですね。では1番から見ていきましょう。1番、延べ床20平米以上の共同住宅の13階、2番、延べ床150平米のナイトクラブの地下、3番、延べ床200平米以上の地下街、4番、特定1階段防火対象物というこの4択となっております。では1番からこちらを見ていきましょう。はい、延べ床面積20平米の共同住宅の13階ということなんですけれども、これですね、建物は11階以上では必ず火災報知器を設置する義務となっております。なのでこれ延べ床面積とか関係ないです。面積に関わらず、すべての用途の建物は11階以上の場合は自動火災報知器を設置しなければいけません。では2番見ていきましょう。2番こちらですね、延べ床面積150平米以上のナイトクラブということなんですけれども、これは2校ですね、ナイトクラブは2校の建物となります。麻雀雀荘とか、あとカラオケボックスとかとの、仲間なんですけれども、こちらはですね、地階の場合は、100平米以上で設置が必要な、用途の建物となっております。なので2番が設置が必要な建物ですね。3番4番も見ていきましょう。3番ですね、延べ床面積200平米以上の地下街ということなんですけれども、地下街と地下ってちょっと似てるんですけれども、地下街は300平米ですね、300平米以上で設置が必要となりますので、この16校2の地下街は、設置が必要ございません。この建物、3番がですね、設置が必要のない建物となっています。で、4番がですね、こちらが特定1階段防火対象物となっております。これはもう全て必要です。はい、特定1階段防火対象物は絶対必要なんですね。なぜなら避難が大変だから、その分消防法令が厳しくなるというふうになっております。特定1階段防火対象物というのはですね、屋外階段とかがない、つまり避難する場所1箇所しかない、雑居ビルとかのことを指しております。なので、もし1階で火事が起きてしまったら逃げられないわけですね。なので、消防法がとても厳しく設定されております。なので、面積に関わらず、特定1階段防火対象物は設置が必要ということになっております。続いての問題ですね、第3問です。ガス漏れの感知器の問題となっております。これ設置をする必要になる防火対象物はということで、1番、延べ床面積300平米の地下街、2番、延べ床面積300平米のカラオケの地下街、3番、1000平米のホテルの地下街、4番、1000平米の事務所の地下街ということで、この4択となっております。で、ガス漏れ感知器はですね、自動火災報知器に比べて設置の基準が緩いです。自動火災報知器に比べてこの面積も結構緩和されているんですね。では1番から見ていきましょう。1番はですね、延べ床面積300平米以下の地下街なんですけども、地下街は延べ床面積1000平米以上から設置が義務となります。地下街は1000平米ですね。これガス漏れですよ、ガス漏れ。自動火災報知設備とこっちはならないように気をつけください。地下街の場合はガス漏れ感知器は1000平米ということで、これは必要ないですね。では2番見ていきましょう。カラオケの地下街、はい、こちら延べ床面積300平米のカラオケの地下街なんですけれども、まず皆さんに覚えていただきたいのが、特定防火対象物で
1000平米以上の視界、これを覚えてください。特定防火対象物で1000平米以上の視界は、必ずガス漏れ感知器を設置する必要があります。つまりこの2番はどうでしょう。1000平米いってないですよね。なのでこちら設置が必要ございません。では3番見ていきましょう。こちらはですね、ホテルですね。問題を見た時にまず皆さんが考えるべきことは、まずこの旅館というこの用途の建物が特定防火対象物なのか非特定防火対象物なのかというところを見なきゃいけないです。で、旅館はですね、5項の意となりますので特定防火対象物ですよね。で、視界1000平米、つまりガス漏れ感知器が設置が必要ということになります。一応4番を見ていきましょう。こちらも1000平米ですよね。ただしこちら事務所15項なんですね、非特定防火対象物は1000平米超えてても設置義務がございませんので、答えは3番の1000平米の近いの旅館ということになっております。消防機関へ通報する火災報知設備の記述で誤っているものはという問題です。これいわゆる火通と呼ばれるものなんですけど、防災は火通なんて呼んだりしますね。はい、こちらの問題はですね、1番、誤っているものを選んでくださいということで、1番消防へ通報できる電話機があれば設置をすることができる。2番、通報装置は防災センターなど人が常時いる場所に設ける。3番、消防機関からごく近い場所では設置免除となる場合がある。4番、消防機関から著しく離れた場所では設置免除となる場合があるという問題となっております。これちょっと難しいかもしれないんですけれども、覚えておくようにしましょう。では1番から見ていきましょう。1番、消防へ通報できる電話機があれば設置が省略できる。これ何のことかっていうと、これ要はただの電話です。はい、消防署に電話できる電話があるんだったら、消防機関へ通報する装置、いわゆる火通を、設置しなくていいんじゃないのという問題なんですけれども、これ実はダメなんですね。火災通報装置は歴史とした消防設備で、必ずその建物の用途によって設置が必要か否かっていうのが、消防法で定められています。なので、たかが電話ですね。この言い方ちょっと悪いかもしれないですが、たかが電話があったくらいで、消防火通を免除することなんてできないということです。火通はそれぐらい偉いんですね。なぜかというと、火通を設置する場所というのは自分で避難することができない、要介護老人ホームとか障害者施設とか、あとはですね、不特定多数の人が泊まるホテルとか、そういったところに設置されることが多いんですけれども、そういった連携が取りにくい、すぐに消防署に連絡しなきゃいけないような、そういう重要な建物に設置されるようなものなので、電話があるぐらいでは免除できないというふうに覚えておくと覚えやすいです。はい、ということで1番が間違いなんですけれども、234も見ていきましょう。通報装置は、火通ですね。これ火通のことです。防災センターなど人のいる場所に設けるということなんですけども、これ正解ですね。で、これ防災センターはなんか防災するなんかそういうセンターというか、その施設のことを言ってるんじゃなくて、事務室とか常に人がいる管理室とか、そういうことを指しています。で、防災センターって聞くとちょっと分かりづらいんですけどね、なぜか参考書防災センターっていう記載をするんですよね。病院とかだとイメージしやすいんですけど、ああいう人が常にいる管理室みたいなところのことを防災センターというふうに言います。なので2番、これ正解ですね。で、3番ですね、消防機関からごく近い場所で設置免除となる場合があるということなんですけれども、これ正解なんです。はい、実は消防署近くにあるんだったら火通設置しなくてよくねっていうのが正式に参考書にも書かれてます。消防法令でもこれ定められているんですね。なのでこちら3番も正解となっています。で、4番、これも正解なんですよ。なんか矛盾してる感じがするんですけれども、これ今度逆に遠いところですね、遠距離の場所、すぐに消防隊が来れないような場所も免除していいということになっているんですね。だからこれ矛盾してるんで、どっちかが不正解じゃねえと思ってマークしてしまうと不正解になってしまうので、しっかりここ覚えておきましょう。続いての問題ですね。はい、こちらの問題です。ちょっと今回図の問題用意しました。1階で出火した場合、区分明度として正しいものはどれということなんですけれども、3000平米を超えて5階以上の防火対象物の場合は区分明度になるっていうことを皆さんご存知でしょうか。はい、一斉明度というのは小さい建物だけなんですね。例えば3階建て4階建てのマンションとかだったら、1つの感知器が発砲すると全部が一気になるんですけれども、こういった大きい複合用途防火対象物とかだと区分明度になるんですね。で、例えば自分の出火してしまったその階から上の階とか下の階とか、そういう風に階によってその区分明度のルールがあるんですけども、今回は1階です。はい、1階の場合はですね、どこが最初に音が鳴るでしょうっていう、区分明度から一斉明度になるんですね。火事の起きた付近のところからまず音が鳴って、そこある程度時間が経ったら一斉明度で、この地下から天井まで、全ての、感知器が鳴るというシステムなんですけども、じゃあ1階でまず出火を確認された時、まずどこのベルが鳴るのっていうのがこの問題なんですね。で、こちら見ていくと、4通りありますよね。はい、でまず1階で火事が起きてます。はい、1階で起きてるんで、まず1階は全部鳴りますよね。あとはこれポイントとしては直上階が鳴ります。火って上に上がっていくので、上の人から避難進めなきゃいけないですよね。なので優先的に直上階の階のベルが鳴ります。なので2階も全部鳴りますということで、ここまず2階になってますよね。さらに1階の場合はですね、地下の階すべて鳴ることになります。なのでこの中で言うと、もう3番が正解ですよね。はい、地下すべてなので地下2階も含まれます。1階の場合は地下2階も含まれるんですね。なので答えは3番となっております。で、この解説についてですね、詳しく語っている
動画がございますので、概要欄から確認してみてください。というわけで今日は問題を5問解いていただいたんですけども、いかがだったでしょうか。何回か復習すればできる問題なので、しっかりこちら問題が出たら点数を取ってください。それでは。